クリスティアン・ビクター・アルバート・ルイス・アーネスト・アンソニー・オブ・シュレス・ウィグ・ホルスタインは、シュレース・ビヒ・ホルルスタイン・ゾンダーブルク・アウグステンブルク家の講師でイギリス王室の一員。ドイツ語名は、クリスティアン・ビクトル・フォン・シュレース・ビヒ・ホルルスタイン、ゾンダーブルク・アウグステンブルク。イギリスのビクトリア女王の三女、ヘレナ王女と、その夫のアウグステンブルク公師クリスティアンの長男として、ウィンザー城で生まれた。 両親はイギリスに居住し、王室所有の上官カンバーランドロッジで暮らしており、クリスティアンラソの子供たちもイギリス王室の一員と、みなされていた。1866年の開封直居場によれば、クリスティアンの生命は、クリスティアン・オブ・シュレス・ウィグ・ホールスタインだった。家族から、クリストルの愛称で呼ばれていたクリスティアンは、イギリス王室の中では初めて家庭教師につかず、 学校教育を受けた人物だった。祖母のビクトリア女王は亡き夫アルバート校が設立を大いに援助したバークシャーのウェリントン校にクリスティアンが入学すると非常に喜んだ。クリスティアンはウェリントン校を出るとオックスフォード大学のマグダレンカレッジ、ついでサンドハースト王立陸軍士官学校に進んだ。クリケットの名手であり、ウェリントン校からサンドハーストまでずっと クリケットチームのキャプテンを務めていた。クリスティアンは1880年に第60狙撃兵部隊に入隊し、後に第4狙撃兵軍団に移った。クリスティアンは1891年にパキスタンのハザラ地方に、1895年にはアフリカのアシャンティ王国、1898年にナイル地方に赴任している。1898年には れへ初期ッチなーげんの指揮下で、オムダーマンの戦いに参加している。また、アシャンティ王国によるガーナ遠征にも加わった。そして1900年に第二次防和戦争に参加し、プレトリアに滞在していた時、き、ジョーチフスにかかって休止し、プレトリアに埋葬された。ありがとうございます。